皆さんこんにちは。今回も電波人間の RPG フリーやっていきたいと思います。はい、ですね、今日やっていくことなんですけども、電波人間のちょっとボックス、電波人間ボックスで、電波人間ボックスでっていうか電波人間ボックスをちょっとね紹介しつつ、あとはなんか2枚はなんか素材、こういうなんか下にいるこういう3人とかこういう感じの、こういうまあ素材とかね、いろいろ、あとはまあなんかいろいろこれからできそうな感じのものとかを紹介していこうかなって思います。まあ、でね、だいたい10以降、ボックスの10以降になってくると だいたいそんな感じになってくるのかなって感じですかね。まあ、ここはチューリップでまずハートでやりましたっていうところの感じの、かなり昔の感じかなが出ている感じですね。はい、ほとんどチューリップとかばっかで。で、まあ、ここら辺になってくるともかなり前になってくるんですよね。まあ、で、ここら辺、13ぐらいからかなりね、そう、いろいろなくなってくるんですよね。ちょっと音小さくします。音最初から小さくしろって話なんですけど、多分ちょっと聞こえにくいと思うんで小さくします。で、まあ、この電波にはもう虎柄にハートとかって、まあ、素材だったり、で、この電波人間はちょっとね、アタッカーにしようと思ってるんですよね。まあ、聞く世代じゃなくて7世代なんですけど、まあ、いずれアタッカーになるのかなと思ってます。はい。まあ、で、ここら辺とかはまあ、素材質感でいろいろあるんですけど、まあ、こういうタイタンとか。そう。結構あるんですよね。で、なんかね、この電波人間ちょっと途中で終わっちゃったんですよ。ミンダム的なハート型の回数が。どうしようかなって考えて。で、このね、金銀ダイヤか。ね、ハート。これね、かなりいい感じなんですけど、なんか微妙に使える感じがしないというか、なんというか、もうなんかね、素材がとりあえずたくさんあって、これだったらなんか、カイズムのトラガラハートとか、なんか結構あるんですよね。ちょっと迷ってますね、いろいろ。で、最近はちょっとゴーヘブンのハート型にトラガラをちょっと作ったりしてますから、で、下はね、そう、この電波人間がたくさんね、拡散しまくったっていう証拠がありますね。で、この二人かな、これはちょっと関係なくて、あとか。そう、この二人。この二人は一応、まあ同じ世代で、出生してて、一緒に作るみたいな感じなんですけど、まあスピヒルがまだちょっとないんで、スピヒルをやって、全部上げてから、出生して7世代の、なんだ、そう、いずれはゴヘブンになる年番にね、作っていったりしたいかなって思ってます。まあその他もね、結構できたりするのがいるんで、まあ、最終的には旧世代のゴヘブン。で、やって、いずれはまあ、パーティーに加えたりなんかしたりとか思ったり。まあそうかな。まあそうだよね。ちょっとね、ちょいちょい変えてます。例えばこの電波人間だったら、頭に、ちょんまげ変えたり。でね、そう。前言ったかもしれないですけど、そう、電波人間殺し屋があるんですけど、ね、開催中の。一発でね、これ当たったんですよね。この5人、含んでありながら5人攻撃があるっていう、装備なんですけど。いや、嬉しかったですね、これ。ちょっとね、エンジェルフライか。メイクとかもなんかあるんですけど、ちょっとこのね、電波人間だから、なんか装備がなくて、ちょっとまあ、それは低くなっちゃったんで、順位だけ。まあ、この電波人間は完全になんか補充役というか、なんていうか、って感じっすね。まあ、アタッカー2人入れてって感じで、まあ、3人目にするんですけど、70か。でね、今ね、電波人間コロシアム開催さ、じゃあ、電波人間じゃない。だってね、連続バトルチャレンジ開催されてるんですよね。そう。まあね、連続バトルチャレンジでね、ジュエルがね、最低でも2個手に入るんで、またね、ジュエル、今7個あるんですよ。7個、ジュエルね。そう。7個あって、9個でしょ？で、またチェックインとかファイアコロシアムとかでゲットして、10個集まればね、なんだ？マジやってるのかな？お正月袋買おうかなって思ったんですけど、まだやってるよね？大丈夫だよ。いつまでやってんだろう。8月31日までやってんじゃん。あ、やってますね。お正月袋を開けたいと思います。また動画にします、それはね。いやー、お正月袋で何が欲しいかって言ったんですけど、ね？まずは、夢色ドラゴンの飾りっていう装備があって、よ。これ。この装備。この装備とか、あとは、この服の、侍の服。これもね、素早さカメラがある装備だったり、ね、あとは、まあ、なんだろうな。何があったっけ？まあ、結構でもあるのか。まあ、とりあえず、まあ、そんな感じが欲しいかなって思ってます。こっちあんまね、まだできてないんで、
スベスがあんまり高くない。まあでも、どっちみち低いのかな。まあ、1000超えてないんでね、スベスが。ちょっとね、結構大変なんでね、大変っていうか、これの電波人間たち作るのもかなり大変だったんで、ね、大変だったんで、まあ、こんな感じかな、自分ができる限界のやつとしては、素早さとか限界なのかなって感じして、もうできちゃったんでね。はい。あ、ちなみに最後にじゃあ、この電波人間が、できる元となった8世代の電波人間を紹介します。ですね、できるようになった8世代の電波人間は、この電波人間まず1人ね。1人目がこの夏太郎っていう3電波人間と、あともう1人誰だったかな。あ、この電波人間ですね。この電波人間を出世することによって、この電波人間か。そう、この電波人間できますね。めっちゃ持ってんの7匹だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9。めっちゃ持ってますね。めっちゃ持ってる。なんかいい素材とかありますかね。なんかアドバイスがあれば、なんかちょっとコメント欄とかで教えてもらえばいい素材かなと思ったりしてるんですけど。まあ自分のできる限界はこんな感じですね。はい。まあ。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい。それでは、また次回の動画で、お会いしましょう。お疲れ様でした。おう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 。ほいほい。1,2,3,4,5,6,7,8。トゥリーン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 。あれ、ワンアップしないぜ。なんでだ？